なんかライトもチカチカして。こんばんは皆さん、お疲れ様です。夜遅くにありがとうございます。こんばんは。寒いね。よいしょ、ちょっと待ってよ、テロップを打って。よし、オッケー。こんばんは。関東じゃないの、今ね新潟にいて。寒いんです、すごい寒い。待ってね、お名前呼びます。ガウさん、長尾さん、天使さん、音速の聞こえしさん、ハラちゃんさん、ミャーさん、ガトランティスさん、ケムタン、メッシさん、ヒロシンさん、サトシオンさん、カンさん、シメジーさん、マナさん、ヨシさん、シカオさん、キミゾラさん、スケヒラさん、こんばんは。どこ行った。天使さん、だるま、ありがとうございます。はらちゃんさん、お化け、ありがとうございます。天使さん、赤風船、青風船、ありがとうございます。どこ行った。村ためさん、こんばんは。ケントさん、こんばんは。ケントさん、はらちゃんさん、ハート、ありがとうございます。マックス時315号さん、アランさん、ケイちゃん、タカヒロさん、こんばんは。はらちゃんさん、野球ボール、ありがとうございます。ドンテンさん、こんばんは、ハート、ありがとうございます。ヘムチスターさん、アルパカ8号さん、カリン姫さん、こんばんは。ヨシさん、野球ボール、ありがとうございます。村田部さん、ハート、ありがとうございます。モーコンさん、こんばんは。お菓子、ありがとうございます。天使さん、野球ボール、ありがとうございます。おバカさん、こんばんは。ハクロウさん、お菓子、ありがとうございます。長尾さん、赤風船、ありがとうございます。アランさん、青風船、ありがとうございます。ハクロウさん、こんばんは。カンさん、流れ星、ありがとうございます。天使さん、お菓子、ありがとうございます。あ、どこ行った。ガウさん、定期コメありがとう。ヤケルさん、こんばんは。天使さん、お菓子、ありがとう。アランさん、ハート、流れ星、ありがとうございます。ヤムチスターさん、野球ボール、ありがとうございます。慎太郎さん、こんばんは、ということで、いいかな。アランさん、流れ星、ありがとうございます。山形かかしさん、こんばんは。ハラちゃんさん、音符、ありがとうございます。明日はお昼から一回やって、その後は夜で、明日のタイムテーブルはこんな感じです。よく見る大抵ですね。1回目が12時から12時半まで、で2回目が夜の9時から9時45分で、3回目が夜の11時半から次、日付変わって12時15分までになります。はい、寝坊対策バッチリ。BPM188 さん、こんばんは。マックス時315号さん、流れ星、ありがとうございます。 KSK さん、こんばんは。青風船、ありがとうございます。今日は初日で2回目、今が2回目の配信で、今日は12時半までやります。0時半まで、そう、1時間を2回。マッシュさん、こんばんは。山形かかしさん、だるま、ありがとうございます。でこの枠はカラオケやろうと思います。そう、あのムルーアのね服を今頼んでて、今日発送のメールが来たので、おそらく明日とかには届くんじゃないかなと思ってるんですけど、トップスとあとバッグ買ったので、それが届いたら、あのそういうのを使ってちょっと配信もしていけたらなと思ってます。天使さん、グッド、ありがとう。博士太郎さん、こんばんは。そう、明日はこんな感じ。1位をね取りたい。博士太郎さん、親衛隊146人目、ありがとう。よいしょ。ワイマツさん、こんばんは。お菓子、ありがとうございます。博士太郎さん、花束、ありがとうございます。ショイさん、野球ボール、ありがとうございます。山本恵美さん、こんばんは。ありがとう。よし、ちょっと剥ぎます、これを。ピッ。今日はね12時半までなんで。タオルリボンの高弘さん、まさやさん、こんばんは、ありがとう。今ガチイベ中なので、よかったら、ここら辺でいいかな。よいしょ。
タオルリボンの高弘さん、ハートありがとうございます。喉はなんかねちょっとだけかさついてはいるんだけど、でも痛くはないからとりあえず大丈夫です。ひろひろひろさん、野球ボールありがとうございます。まさやさん、おばけちゃんありがとう。アンダーライブに行ってきたって、乃木坂の。お、ついさっき、おかえりなさい。タオルリボンの高弘さん、野球ボールありがとうございます。こんばんは、ありがとう。みんな、アナケンさんこんばんは。何歌おうかな、カラオケ配信何歌おうかな。マッシュさん、ペンライトありがとうございます。お茶もね持ってきたんで、うーんよいしょよいしょ。私邪魔かな、大丈夫か、見えてるか。何歌おうかな、そう、モデルのイベントです。1位になると渋谷駅の、巨大広告に、掲載されます。1週間、今日もお客さんに紹介したんで見に来ると思う。ありがとうございます。そう、アパレルのね、イベントですね。ひろのりさんこんばんは。アナケンさん、だるまありがとうございます。そう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 、ムルーアっていうアパレルブランドのイベントになります。頑張るぞ。おうおう、何歌おうかな。まあまあ巨大化、まあそういうことになるんじゃない。掲載されたら大きく掲載されるから、そういうことになるんじゃない。しょいさん、レインボースターありがとうございます。あながち間違いではないっていう気がするけど、あれ歌おう。なんかちょっとこれこれこれ、3人で掲載されるよねと思う。そうそうそう、枠がねいろいろあって、私は一般枠で出てるんだけど、なんかいろいろ枠があって、あとね2つくらい枠があって、そう、その多分3人でこう横長にっていう感じだと思います。そうだから、なんか雑誌とかと違って多分縦3分割とかではないから、そう、まあ一人一人一人って感じなのかなって思います。はい、ちょっと盛り上げていこうと思います。じゃあ歌います。楽しんでいってください。広告が映ったところに本人いたら驚くだろうねえ。そうそう、まあもし1位取れたら友達に頼んで渋谷はねマジでよく行くし、友達と遊ぶ時大体渋谷か新宿かとかなんで、友達を連れて写真撮ってもらいたいと思って。アナケンさん、だるまありがとうございます。そう、まあまずはね1位を取らないといけないので盛り上げていきます。どこかへ飛んでいた、嘘でしょ、冷たくあしらった咀嚼な窪に、ちょっと心が揺れてる、本当は本気で私を叱ってくれる大事な人しない。退屈
いやこれ盛り上がる、これ大好き、こんなに可愛い曲ある。慎太郎さん音符ありがとうございます。ちょっと待って、どこ行っちゃった。え、なんかすごい飛んじゃってる。ちょっと待って、合ってたわ。タオルリボンの高弘さん音符ありがとうございます。アナケンさん野球ボールありがとうございます。ハルさんこんばんは、ありがとうございます。マッシュさん、ショイさんペンライトありがとうございます。コキンさんハートありがとうございます。アッキーさんこんばんは。そしてアッキーさん、新エタ147人目、ありがとう、みんなありがとうございます。高弘さん、慎太郎さん音符ありがとう。高弘さんペンライトもありがとうございます。タオルリボンの高弘さん、おばけちゃんありがとうございます。アッキーさんお菓子ありがとうございます。スケヒラさん、村田さん、レインボースターありがとうございます。アッキーさんお菓子ありがとう。カズオくんこんばんは。万象堂さんこんばんは。かぼちゃありがとうございます。クジチーさんこんばんは。いや、いいですね、盛り上がるのいいですよね、テンション上がる。ねえ、全然寒いけどさ、全然寒いんだけど、あの夏の曲歌っていい？めっちゃ寒いけど夏の曲歌ってもいい？なんかさ、すごいさっきから歌いたいってか頭から離れない曲があって、いいですか。お刺身さんこんばんは。慎太郎さん音符ありがとうございます。ボイドさんこんばんは。もうね、曲にね、もう真夏って入ってるんだけど、いいですか。ちょっと歌うね、気分は上がるから。はい、行きます。次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム。
辛い味がした。さっきまでのあの風景とは空気まで変わった気がする。海と空がちゃんと向き合って、そうお互いのその青さ映し合っている。渚のグッチョ、愛しい人よ、ずっと切なくて言えなかった、君が近すぎて引っ掛けぐっちょ、素直になるんだ、手を伸ばそう、恋の季節じゃないか。次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム、波音サウンズク、心が騒ぐよ、去年よりも僕は本気になる。真夏のサウンズク、君が好き、夏曲。私これ CD 買ってて、当時結構好きだったけど、意外と歌ったことない、踊ったことないですっていう感じの曲。 CD 持ってた、白いね水着の多分 MV で買ってたんだけど、なんか好きだったんだけど踊る機会はなかったかな、私がいた時はね。そうやりたかったな、これ。しがきさん音符ありがとうございます。しんたろうさんも音符ありがとうございます。しがきさん青風船赤風船ありがとうございます。家族おばけちゃんありがとう。しんたろうさん、どんてんさん音符ありがとうございます。なおさんこんばんは。おせしみさん、流れ星ありがとうございます。ガウさん定期コメありがとう。かんさん音符ありがとうございます。くにひろさんこんばんは。天使さん、ペンライトグッドありがとうございます。まめのめさんこんばんは。しんたろうさん音符ありがとうございますいやいいね、夏曲ね、懐かしいよね本当に。これ結構可愛い曲だよね。そうそうさんこんばんは。やっぱ夏曲ってね、盛り上がる曲が多いですよね、全体的に。あの48とかじゃなくても、やっぱり普通にアーティストさんとかの曲でも、あの夏の曲って盛り上がる曲多いよねって思います。ミルクテイさんこんばんは。私は結構なんかテンポアップテンポな、こういうテンション上がるみたいな曲が好きだからそういう曲選びがちだけど、たまにバラードとかも歌ったりとかはしますけれども、基本的にはそうね、あのなんかあれだね、盛り上がる曲を選ぶことが多いかな、何でも間違えた、なんか違うやつ選ぼうとしちゃった。これにしよう。ヒデさんこんばんは。お菓子ありがとうございます。しんいちさんこんばんは。うん、夏のバラード確かに。しんいちさん野球ボール、青風船赤風船ありがとうございます。
当時英語の先生にサウンズグッドネーム聞いてた。かわいい。かわいいかわいい。歌声がかわいいって初めて言われた。本当に。ありがとうございます。じゃあちょっと男性の曲もいこうかな。新一さん小判バラありがとうございます。これも歌い慣れてるやつですけど、いきまーす。12時半だよね、大丈夫ですよね。はい、0時半ですのでまだ時間あります。ドキドキしちゃう。よし、いきまーす。から見た僕はきっとただの友達の友達、たかが縮人に向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もない、でも見たい隣で目覚めて、おはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違うとだって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。人はモデルみたいな人なんだろう。そいつはきっと君よりも年上で、焼けた肌がよく似合うようがくつきな人だ。キスをする時も君は背伸びしている、頭を撫でられ君が笑います。ダメだ、何一つ買ってない。いや待てよ、そいつ誰だ、会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、君が他の誰を気になってたって、偶然とあるたぶらな力で僕のものに、この胸の焦りに身を任せ、君のとこへ走ったとして、実は僕の方が悪いんで、夏の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる、落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと、会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、生
生まれた星の元が違うとだって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとう。よいしょ。しゅんさんこんばんは。お刺身さん音符ありがとうございます。なおさんハートありがとうございます。よしひこちゃんこんばんは。百キラありがとう。かずひろさんこんばんは。しんたろうさんお菓子ありがとうございます。しゅいさんペンライトありがとうございます。ドリーマーさん、しんたろうさん音符ありがとうございます。しょいさん赤風船青風船ありがとう。慎太郎さんも青風船ありがとう。しょいさん頑張れありがとうございます。ミルクテイさんな小判ありがとうございます。慎太郎さん流れ星ありがとう。ドリーマーさん音符ありがとうございます。ピコットキャットラミコさんこんばんは。700回目ありがとう。よしひこちゃん音符ありがとうございます。慎太郎さん赤風船もありがとう。ピコットキャットラミコさんお菓子ありがとうございます。ミルクテイさん小判ありがとう。ミルクテイさんキラキラスター小判ありがとう。たくさんありがとうございます。ニックネームさんこんばんは。皆様ありがとう。なんかさっきからずっとこう髪の毛がなんか長い一本こう長いのがねあって気になってました。どっかに行きました。やんまるさんこんばんは。ニックネームさんかぼちゃありがとう。バンブーさんこんばんは。髪の毛なんかそう今一本で長い前髪がお邪魔でした。ベイヤンさん、めぐみのさんこんばんは。よいしょよいしょ、あと30分だあと30分だ。よいしょよいしょ、はいはい、はいはいはい、よしよしよし。バンブーさん、お菓子ありがとうございます。バンフィーさん500回目ありがとうございます。ウバグルマさんこんばんは。ハートありがとうございます。バンブーさんお菓子ありがとう。よし行くぞ、歌うぞ。新一さん流れ星ありがとうございます。よし行くぞ行くぞ行くぞ。ワンフィさんこんばんは。500回目って今言ったよね私、あれ言ってない？500回目ありがとうございます。記憶が飛んでいる。よっしゃ、近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席。声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないな。カーブ曲がり体が傾くとき、その重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。
窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げた瞬間、みんな一緒にのけぞった。愛は重力レンズ、そこにいる。それだけで二人はその地球を共有する。愛は重力レンズ、存在認知されてなくてもそのベクトル進めばいい。君に重力心配し、何も話せなくても確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、いつか同じ重さで愛について思うだろう。しんいちさん音符ありがとうございます。かぴおじさんこんばんは。しんたろうさんペンライトありがとう。馬車さん野球ボールありがとうございます。しんたろうさん音符ありがとうございます。なおさんこんばんは。よしひこちゃんだるまありがとう。ともちゃん初見さんこんばんは、ありがとうございます。天使さん音符ありがとう。しんたろうさんペンライトありがとうございます。しめじりさんお菓子ありがとうございます。なおさん音符ありがとうございます。馬車さん野球ボールありがとう。慎太郎さん流れ星ありがとうございます。よしひこちゃんだるまたくさんありがとう。アルパカ8号さん赤風船ありがとうございます。小狐さんこんばんは、700回目ありがとう。しがきさんお菓子ありがとうございます。しめじりさん音符ありがとうございます。アルパカ8号さん、野球ボールありがとうございます。しんいちさんしめじりさん音符ありがとうございます。慎太郎さんペンライトありがとうございます。お刺身さんハートありがとう。ガウさんもハートありがとう。佐藤美奈子さんこんばんは。ドラミュンさんこんばんは。ドリーマーさん流れ星ありがとうございます。しんいちさんグッドありがとうございます。しんたろうさん流れ星ありがとう。マサ佐藤さんこんばんは。ケロタンこんばんは。はあいいですね、いいですね。こんばんはみんな、遅い時間にありがとう。こちらこそありがとうだよ。お、リーダーさんこんばんは。親衛隊148人目、ありがとうございます。ありがとう。いやーいいですね。今日はガチイベ初日でございます。明日2日目、今夜で150人いくかどうだろうね。えにょさんこんばんは。お返しありがとうございます。あと2人なんだけどね、やっぱ本物。いやそんなそんな本物なんていうあれじゃないんで。クーさんこんばんは。エニョさん野球ボールありがとうございます。ありがとう、嬉しいです、そうやって褒めてもらって。いやいやいやですけどね、嬉しいね。でもね、エンニョさん野球ボールありがとうございます。お、来月からのオジアメンフェスガイが楽しみですって。最終夜だかねえ、そうですよね、もうちょっとで始まる。11月とかだよね多分ね、来月って言ってるしね。一田さんお菓子ありがとうございます。ケンさんこんばんは。なんかちょっと今ちょっとあ、このタイミングで歌うんだって曲歌ってみようかなと思います。なんかあんまりやったことない。初日のこのしかも微妙な時間に歌ったことないけど、なんか
このタイミングでこの曲歌うんだっていう曲歌ってみます。ありがとうございます。初日のこの超微妙な時間に歌うっていう
あんまないよね。これエンディング感あるよね。確かに。そうね。どこから読んでないかな。ケンさんこんばんは。言ったかな。ここからだね。このタイミングで。シンクレアさんこんばんは。みんなコールとかありがとうございます。嬉しい。馬車さん野球ボールありがとうございます。ガウさんハートありがとうございます。馬車さんもハートありがとう。天使さん音符ありがとうございます。慎太郎さんも音符ありがとうございます。白玉っちさんこんばんは。レインボースターありがとうございます。あ、ちょっと待って。クーさんペンライトありがとうございます。慎太郎さん流れ星ありがとうございます。ポコさんこんばんは。ドリーマーさんペンライトありがとうございます。ドンテンさん音符ありがとうございます。スカーさんこんばんは。いよいよ始まったね。ねえ始まった。なんかもうすごい最初ってかね、初日からもうなんかすごいことになっていて、ちょっとウェーンって感じなんだけどウェーンって感じだけど頑張るわ。オサジーさんこんばんは。慎太郎さん音符ありがとうございます。ウバグルマさん、流れ星ありがとうございます。ドリーマーさんハートありがとうございます。アミューさんこんばんは。ファンタンさんこんばんは。あ、優しい笑顔ほんとよかった。ゆっくり見ていってください。なぜにこ、いやなんか特に意味はないんだけど、だこういうタイミングで歌ってみるのもありかなと思って。スカマさんパンプキンクマちゃんタワーかな。ありがとうございます。かわいい。これはあれか、ハロウィンのやつ。あ、なんかもう一個ある。魔女クマちゃんタワーありがとうございます。このポーズ何ありがとうございます。シンコレアさんかわいい、ありがとう。ワンさんこんばんは。あ、スカワさん、プリンアラモードタワーありがとうございます。昨日プリンアラモード作りましたね私、そういうことや。ファンタンさんかわいいハートありがとう。ウェーイ、いいですね。ちょっと最後盛り上がって終わろうかね。ああちょい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 、もうね文字も打てなくなっちゃったりとかしちゃったりなんかして、魔女ね、かわいい。ポリポリとよいしょ。あと15分あるからね、言うてもね。はいはい、よしよしよし、いくぞ。オサジーさん野球ボールありがとうございます。2曲ぐらい歌えるのかな。ちょっとサクッといきます。わからない、どういう感じ
そう、ハンマーでです。今日はハロウィンは美味しいクマ、へえ、謎ネーミングよよ、ありがとう。慎太郎さん、オープンありがとう。コールもありがとうございます。慎太郎さん、オープンありがとうね。たくさん、ポンスケさん、オープンありがとうございます。こんばんは。マッツンさん、こんばんは。オープンありがとう。ガウさん、定期コメありがとう。上車さん、流れ星ありがとうございます。慎太郎さん、ひろいちさん、音符ありがとうございます。これはさ、なんだ、これ野球ん、合ってる。スカウさん、野球クマちゃんタワーありがとうございます。ひろいちさん、こんばんは。音符ありがとう。あ、バッタークマちゃんね。バッタークマちゃんタワーありがとう。ドリーマーさん、流れ星ありがとうございます。よく覚えてる。いやいや、これね、結構踊ったし好きだったからね。こういうのがあるのね、野球。ああ、スポーツ、そうだね、スポーツ。そっか、確かに野球ボールとかもあったもんね。なるほどね、そういうことかね。今野球やってるか。そうだね、そうそう、野球ボールもね、さっき投げてくださってる方何人かいらっしゃって、そういうことか。うんうん、確かにね、ワールドシリーズと日本シリーズ、そうだね。今ね、野球やって、さっきもさ、あの巨人と DeNA の試合多分延長してて、でその後にあのね、ワールドの方が多分やってたから、そうだよね、きっとね。もう一曲歌えるかな。わあ、何歌おうかな。わあ、何歌おうかな。わあ、これにしよう。もう可愛い曲歌っちゃう。あ、やっとこの枠まえちゃんルーム見れた。さっきまでルーム見れなかった。あ、本当に。なんかね、ちょっと私の多分電波がね、あんまり良くないみたいで。はいはい、じゃあ行きます。ちょっと時間もないのでね。あ、上杉さん、こんばんは。野球ボールありがとうございます。したカフェテリアで仲間たちとランチしてた。七年前にあなたがいてハッピーな時間だったのに、急に Master
。こんばんは皆さん。変なタイミングでこんばんはとか言っちゃった。待って、これどこ、どっから、あ、ここだね。慎太郎さん、まっつんさん、上杉さん、音符ありがとうございます。確かに研究生公演みたいな感じだった。須川さん、ペンライトたくさんありがとうございます。慎太郎さんもペンライトありがとう。白玉っちさん、ハートありがとうございます。コールもありがとう、嬉しい。慎太郎さん、音符ありがとうございます。お刺身さんもペンライトありがとう。コキンさん、音符ありがとうございます。ひろいちさんも音符ありがとうございます。どこかでレベル、あ、須川さん、親衛隊149人目ありがとう、ありがとうございます。すごい、31ヶ月連続31回目ってさ、すごくない？2年以上だよ。2年以上だよ、すごいね。2年以上連続で親衛隊になってくれてるの、すごくない？びっくりした今。慎太郎さん、流れ星ありがとうございます。ありがとう、すごいいっぱいありがとうございます。月見草さん、こんばんは、拍手ありがとう。2018年にタイムスリップした、したいね。5年前、2018年、17歳です。やばすぎる。ありがとうみんな。上杉さん、レインボースターありがとうございます。ちょっとそれな。こんばんはとか言って涙返して。雪しずくさん、ハートありがとう。すごい、ショールームからなんかの上位ランキングで入賞で、レインボーペンライト500、すごい、ありがとうございます。未来さん、こんばんはね。残り3分、ありがとうございます。すごい、確かにね、投げるのも大変だね。しんいちさん、グッド、ありがとうございます。投げ終わりました。ありがとう。しんいちさん、グッド、だるま HP ありがとう。それでは3分前となりましたので、明日の大抵、もう一回言いたいと思います。明日はお昼が12時から12時半で、夜が9時から9時45分と11時半から0時15分の、3枠になっております。にゃろうさん、こんばんは。初日からたくさん応援ありがとうございます。ちょっとね、あの厳しさを初日から、見せつけられておりますが、焦っても仕方がないのでね、着実に、上を目指していけるように私も頑張ります。スカオさんは雑誌には載らないんじゃない、多分。ショールームのムック本とかあったら載ってそうだけどね。ね、そうそう、ちょっとね、いろんな多分イベントと被ってたりとかして、みんなもあれだと思うし、お仕事もね、毎日忙しいと思いますが、あ、そうだ、しかもあさってキャンキャン発売日で、あれですね、あの多分新潟で24かなと思うんですけど、期間中にね、あの発売日が重なってるので、そちらも楽しみでございます。そうだね、ちょっとね、初日でペースが作れてよかったと思います。みんなありがとう。それじゃあまた明日お会いしましょう。みんな夜遅くまでありがとう。また明日、おやすみ。